皆さんこんにちは、沖縄スタイルです。よろしくお願いします。ちょっと最近家の Wi-Fi の調子が悪くてネットが使えなかったので動画の更新ができてなかったんですけど、復活したのでまたまったりとやっていくので、初めましての方もよろしければチャンネル登録お願いします。今日は最近沖縄県内でどんなニュースがあったのかいくつか紹介しようと思うので、早速やっていきましょう。まず一つ目のニュースはこちらです。沖縄旅行徐々に回復、年末年始ホテルの予約好調を。新型コロナウイルスの感染状況が落ち着き、観光需要が徐々に回復しつつある。10日沖縄県那覇市の国際通りでは、買い物や散策をして楽しむ観光客や修学旅行生の姿が目立った。年末年始にかけて観光需要がさらに高まる見込みで、一部リゾートホテルが満室になるなど予約は好調。航空各社も沖縄発着便はほぼ減便せずに運航する予定だ。沖縄観光コンベンションビューローの推計では、12月の入域観光客数は43万1300人、前年同月比 32% 105,100人増えると見込んでいる。一方県内ではコロナ禍で一旦減車したレンタカーの確保が間に合わず、受け入れ体制に課題も出ている。はい、最近はだいぶ落ち着いてるので観光客はだいぶ増えましたよね。僕の知り合いも年末は沖縄に行くよって言ってる人が何人かいるんで、さすがに旅行も行きやすくなりましたね。年末年始は暖かいところで過ごしたい人もたくさんいると思いますし、ゆっくり過ごしてほしいですね。でも知り合いも言ってたんですけど、やっぱレンタカーがえげつないぐらい高いって。31日とか特に高くて1日で 2,3 万するらしいですよ。しかも軽でこの値段らしいので、この値段だと借りるのは考えちゃいますよね。もし年末年始を沖縄で過ごす方がいたら、どのように過ごすのか教えてください。次のニュースに行きましょう。沖縄の台所、牧師公設市場、新市場オープン1年延期、想定以上の軟弱地盤。那覇市松尾で進めている新たな第一牧師公設市場の開業について、当初計画していた2022年4月から約1年遅れの23年4月頃の見通しになっていることが7日分かった。市場と周辺の敷地が想定以上の軟弱地盤のため、対策工事や工法の見直しで工事が遅れているという。同日の市議会11月定例会で末吉経済観光部長が前田千尋氏の質問に答えた。市によると軟弱地盤の影響で工期が10ヶ月延長され、新市場の完成は22年12月末を予定。市場完成後、市場事業者の内装工事や仮設市場からの機器類の移設工事などの準備作業があるため、供用開始は23年4月頃を予定している。市はこれまで開業の遅れについて入居業者から個別の問い合わせに対応していたが、今月に市場の代表者に説明会を開催した。新たな市場は旧市場と同じ場所に建て替え工事が進む。建設工事は20年10月から本格的に着手された。現在は旧にぎわい広場で仮設市場として営業している。はい、公設市場といったら那覇の観光地としても有名なので、行ったことある人も多いと思います。僕は公設市場まで歩いて1分、いや1分もかからないぐらいのところのマンションに住んでいた時もあるので、かなりこの市場にはお世話になりましたね。市場の中に刺身の船盛りが売ってるんですけど、それを買って家で飲むってことを結構してたので、それはもう最高でしたね。今は仮設市場として営業してるので、ぜひ年末に沖縄旅行をする人は行ってみてほしいですね。じゃあ次行きます。今年の梅毒患者数すでに過去最多を上回る。県内の2021年の梅毒の患者数は77人で最も多かった2018年の数を上回り、過去最多となっています。梅毒は主に性的接触でうつる感染症で、治療せずに放置した場合、脳や心臓に重大な合併症を引き起こす可能性や、妊婦が感染した場合、子供に難聴などの障害が起こる可能性があります。県によりますと、県内の2021年の梅毒の患者数は2021年11月21日時点で77人となっていて、これまでで最も多かった2018年の74人をすでに上回り、過去最多となっています。男女別の内訳では男性が58人、
女性が19人となっていて、そのほとんどが性的接触による感染となっています。県は早期発見、早期治療が重要だとして、皮膚や粘膜に異常がある場合は早めに医療機関を受診することを呼びかけています。なお、県内の保健所では無料、匿名での検査も実施しています。はい、性病とも言われる梅毒の感染数が過去最多というニュースですね。で、もう一つ紹介したいニュースがあるので、そちらも紹介しますね。梅毒の感染数が過去最多。国立感染研全国的に増加。国立感染症研究所は14日、性行為などでうつる梅毒について今年の感染者報告数が7134人になったと発表した。1月から12月5日までの人数で現在の集計が始まって以来過去最多、全国的に増加しており、特に東京や大阪、その周辺地域からの報告が多かった。報告数は2010年以降徐々に増え、これまでの最多は18年の7007人だった。19年、20年はやや減少したが、今年は再び増えた。新型コロナウイルス流行でマスク装着などの対策が強化され、インフルエンザなど他の感染症が減少傾向にある中、高水準となっている。東京が2226人と最も多く、大阪761人、愛知379人ということで、沖縄に限らず全国的に梅毒の感染者が増えているみたいですね。東京、大阪、愛知、沖縄以外でも熊本、大分、秋田とかだったり、一気に過去最多を記録しているところが多いので、皆さんも気をつけてくださいね。やっぱ自粛で家にいる機会が増えた結果、やることなくて性行為の機会が増えて、こういった病気につながってるんですかね。ちなみに性行為だけでなくてもキスだけで感染する場合もあるらしいですよ。ちょっとこの画像を見てほしいんですけど、これは梅毒での症状の経過状態を表してるんですけど、潜伏期間があるので症状にまだ気づいてない人も多いと思うんですよね。なので改めてこれと似たような症状がある人はすぐに病院なり保健所に行ってください。口の中にできものができても口内炎かなぐらいにしか思わないと思うんですけど、思い当たる節があれば絶対行ってみた方がいいと思います。ということで、今回は沖縄県のニュースを紹介しましたが、参考になった方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。あと皆さんとコメント欄でやり取りとかもしたいので、コメントいただけると非常に嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。